まだいない？まだ来てないです。すごい意気込みじゃないですか。いや、普通でしょ。あんまそんなそこまではっきり分かるじゃない。よし。じゃあ1のボードから1枚、2のボードから1枚。じゃあ J の背番号にするわ。じゃあ2も、2も1枚、1個ずつも3枚全部。じゃあ全部自由にしとくわ。じゃあ7にしとくわ、じゃあ。じゃあ J の誕生日が多分3月の多分26とかだったかな。26とかにするか、じゃあ。14番取った。そういうこと言っていいの？もう全部取っていいの？うん。全部14取ろうかな。じゃあ。はい。お休みの日は何をしてるんですか？俺もでも聞いたんだよね、これ。いやいや、真似すんなよ。自分が一番合っている世界のリーグはどこですか？あ、まだまだ、今途切れた。え？自分が一番合っている世界のリーグはどこですか？あ、また途切れた。勘弁してよ。隣だって言うんだ。隣だって言うんだ。途切れたよ。いやだって。あ、今聞こえてるわ。こっち、Wi-Fi じゃない絶対。どうぞ。いや、聞こえただろ。コウスケとはきつい。コウスケしてるから。もうちょいなんかちゃんとした人にしてほしいわ。楽しかったね。まあ、いっか。こんなもんだろ、俺らは。ありがとう。お疲れ様でした。俺らの実力はこんなもんだろう。いや、結構面白かったよ。まあまあ強いっすね。失礼します。今日はといったところが、まあ昨日移動もありましたし、まあ試合2日前なんで今日しっかりトレーニングすると思うんで、まあちょっと試合のインテンシティも高かったんで、まあ太ももの裏をちょっとケアをして練習にいい準備したいと思ってます。ちなみに室谷選手とはどっちがついてくるっていうのはあれですけど、いつも仲良くて、結構昔からあれなんですよね。そうですね、3、4歳ぐらいからもう知り合いというか、もともと兄同士のがサッカーしてるのを同じチームだったんですけど、兄同士も、はい、それを見に行ってて一緒にその遊んでたというか、はい、本当幼稚園ぐらいから知り合いなんで、ね、すごいですよね、代表でも一緒なんて。いや本当すごいですよね、うん、幼稚園から小6までずっと一緒にやってて、うん、その後は別々の中学はクラブチームで、僕はセレッソに行ったんで中学3年間はですけど、高校でまた代表で世代別の代表で一緒にプレーすることになって、そこからそうですね、まあまた一緒にずっとプレーしてます。うん、南野さんが海外に行って村井さんが国内でやってる時とか、うん、そういう時とかたま連絡とかって取ってた？たまに取ってたりしてましたね、電話とかもしてたし、生、うん、が海外に行くときも、まあ、相談じゃないですけど、まあその話とかしたり、俺が移籍するときとかも誠にちょっと話したりとかするし、まあいい関係ですね、お互い。本当ですね、はい、一緒に長く選ばれ続けたいとか、なんかそういうのあります？まあそれであれば親は喜ぶんじゃないかなと思いますけど、いやでもそうは思うけど自分のことで必死ですね。自分が代表にずっといれるように頑張らないとなって思ってます、はい。
前田さん代表流しと言えど、こんな幼なじみで選ばれてるとかってよくある話なんですか？いやいや、僕も初めて聞きました。まあ同じ、そんな小さい頃から3歳だっけ。そうですね、ね、3歳の時にはもう知り合ってたと思いますね。そんな、本当にちっちゃい頃から知って一緒にサッカーやってるっていう、あんまり僕は知らないですね。羨ましいですね。こうしてね。まあこのコロナ前はあのケアする時間も2人一緒でベッド2台並べてよく話しながら受けてました。やっぱりね、ちっちゃい頃から友達でずっと一緒にやってきてるわけです。まあ話を聞いて非常にこうなんか羨ましいですよね。じゃあここじゃ言えないいろんな話を前田さんは知ってるわけですね。そうですね。知ってると思うんですけど。まあでも非常に真面目な二人ですから。まあだからこそ世界で戦っていけるんでしょうね。そうですね。なんかそうですね。まだまだ頑張らないとですけど。これからもそう言ってもらえるように。すいません、トレーニング前に。いえ、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れです。お、びっくりした。全然気づかなかった。今これはトレーニング前の。そうですね、アップですね。しっかりと体幹系と、まあ、下半身しっかり刺激入れて、あとはもうあの足からもう頭までつなげるっていう感覚でトレーニングしてますね。なんかパーツパーツを鍛えるっていうよりか、全てをつなげるっていう。つなげる、つなげる。わかんないですか。つなげる、ちょっとつなげるトレーニングです。あの来た来た来た。いいよ、長友塾。スイッチ入るわ、すぐスイッチ。来た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 。長友塾レッスンちょっとお願いしますよ、講義、講義お願いしますよ。いや、今日見ながらちょっとみんなでアンダー24の試合見ながらですね、みんなで話そう。いいですね、熱いですね。すぐスイッチ入っちゃう、長友さん。長友さんと川島さんはいつぐらいから。いや、だいぶ長いんじゃないですか。代表呼ばれて2007年ぐらいですからね。14年ぐらい、2007年か。いや、A さん、A さん2007年、俺2008年。あが、しぶといな。しぶといね。あなたしぶといね。いや、しぶとくないよ。え、俺しぶとくないよ。普通？いや、俺全然普通。川島さんしぶといですよ、ほんと。もう何がしぶといっす。普通よ。川島直もしぶといなと思われてんだな。あいつらいついなくなるのかな。いや、負けないでしょ。負けねえよ。いや、長友さんには負けないでしょ。効いてる効いてる刺激。レジこれからよ。アップしないとしっかり。おはようございます。いいトレーニングしましょう。はいっす。ここは国内組のメディカルルームですね。はい、広いっす。ありがとうございます。テープ、はい、予防で予防です。僕、昨
昨年末に右足首をオペして、で昨年はだからもっと固めてぐるぐる巻きやったんですけど、オペして良くなってちょっとこう予防も兼ねつつで、左足は右みたいになりたくないので予防で巻いてます。どうですかこの代表のメディカルチームの環境というか。やっぱちゃんとこう選手の個人にフォーカスして向き合ってくれるし、もちろんあの僕が今いるガンバ大阪もそうですし、まあそうやってこう本当にこう選手一人一人の体調だったりこうコンディションにフォーカスしてくれるんで、まあ非常に助かってますね。ありがたいですね。どんな存在になります？いやでもやっぱりこうサッカーをしていく上ではこう強度が高い試合っていうのはもちろんプロの世界多いんで、自分でできるセルフケアはもちろんですけど、やっぱりこうトレーナーの皆さんの力を借りて保ってるコンディションっていうのも間違いなくあるんで、やっぱりもうチームにとっても個人にとっても欠かせない存在かな。あんまりこう表に出ない感じなんで、まあもうちょいこうフォーカスして、表にどんどん出てもいい存在なんじゃないかなっていうのは僕は感じています。じゃあ今日これ巻いたんで、はい、頑張ります。今日もいいっす、綺麗で、ありがとうございます、はい、なんかその同じ時間帯に4人トレーナーいるから4人、まあ、治療を受けれるような状況なんですけど、うん、多分それが3人海外組が同じ時間に希望していると、うん、今ベッドが国内に2つ、海外2つになってるんで、その均等に行ってくればいいんですけど、そうじゃない時もあるから、そうするとトレーナーベッド持って向こう側まで移動してこれ持って、そう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 、いいレベルでそれはちょっと大変ですけど、それでもそうですね。まあでも本当に選手のためなんで、もう一生懸命いい準備ができるように僕らやるだけです。ゲンさんもめっちゃ感謝してましたね。本当 J リーグのトレーナーさんたちと同じようなというか、うん、まあ、テーピングもその弦に対して巻いてるテーピングそうなんですけど、うん、なるべくそのトレーナーさんがやってるようなものをできる限り再現して普段の状況と変わらないようにしてあげて、うん、まあ、コンディションをちゃんと維持してあげるっていうふうに、まあ、心がけていかないといけないというか、僕らがオリジナルで巻くっていうのはまああんまりないというか、うん、はい、なんで事前に情報として教えていただいていて、で、まあ、それをこう再現できる限り忠実に再現させてもらって、まあ、なるべく選手にはこうそこら辺でストレスがかからないように、一応配慮はあのトレーナーチームがしているっていうようなところです。事前に選手に聞くんですか？選手にもそうですし、あとは事前になんかこう動画を撮ってくれてるトレーナーさんもいて、クラブのトレーナー、そうです、クラブのトレーナーの方が事前動画撮ってくれたりしているので、それを見ながら我々であ、こういうふうに巻くっていうところでイメージしながら、非常にありがたい情報提供なので、はい、あ、じゃあそのクラブのトレーナーさんたちとも連絡取って やってるんですね、はい、選手のストレスないように。そうですね、はい、チュース。これ何部屋ですか？これは何部屋っていうんだろう、一応なんかエクササイズルームって書いてありましたけど、うん、練習前にほぐしていく感じですかね。そうですね、みんながちょっとこう軽くウォーミングアップというか、うん、体の準備する部屋って感じですかね。 U24 と試合お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。いかがですか、久々の代表のピッチは。なんか久々でしたけど、もう相手がやっぱあんな24だったから、うん、あの普段リーグ戦とかでやってる選手が結構いたりとか、なんかちょっと違和感はありましたけどね、やっぱ、うん、久々その三好とか、うん、コウとか、まあレオも出てましたけど、まあ途中から青も出たし、その辺はなんかずっとやってた選手なんで、なんか不思議な感じと、うん、なんか不思議でした一緒になんか戦ってるのが不思議な感じでした。この間センターバックで始めてましたけど、はい、途中からボランチボランチやりました
そうっすよね、はい、あれは、まあなんか事前当初か、あいや、でもあのまあ森保さんからもあのまあ練習とかでもしかしたらちょっとボランチもやってもらうかもみたいなのは言われてはいたんですけど、うん、まあでも練習でもまあ結局はやんなかったですけど、あの試合で急遽そういうあの感じになったんで、まあ驚きましたけどまあなんとか最後まで、はい、頑張りました。最後ヘロヘロでしたけどね。いつだったんですか。はい、もう下半身もう釣りそうで、うん、危なかったですけど、まあなんとか頑張りました。センターバックとかボランチも結構層が厚い部分になりますけど、うん、そのポジション争いとかその辺の感じであと3試合とかって、そうですね、本当もう、まあ、前回の試合も含めですけど一試合一試合本当に、まあ、僕らもまあうん、そんなにチャンスが回ってくるとは簡単にチャンスが回ってくるとは思ってないので、自分が出るときに出たときにしっかりとしたパフォーマンスを出せるように、まあ今日もいいトレーニングして、そうやってみんなで高め合いながら、なおかつ自分もしっかりパフォーマンスを出すっていうそういう準備をやっていきたいなと思います。わかりました、はい、すいません、ありがとうございます。です、です。この間の24の試合お疲れ様でした。ありがとうございます。いかがでした、やってみて。まあ、自分としては課題がたくさんあったんで、うん、まだまだこれからやんなきゃいけないこともたくさんだなと思ったし、まあいろいろ気づけた部分もあるしで、まあそれは毎試合毎試合そうですけど、また修正して次の試合に向けていければいいなと思います。元チームメイトの町田選手、はい、なんかコーナーキックの時とか見てたら競り勝ってたなとか思って見てたんですけど、はい、なんかその辺って意識とかってありました。そうですね、まあ一緒にチームでやってましたし、まあ今でも一緒にトレーニングやったりする関係でもあるんで、まああいつに決められたら何言われるか分かんなかったんで、まあもうそこだけをやらせないようにはやってました。この後A 代表3試合あります、はい、まあ、二次予選の突破は決まってますけど、どんな期間の様子ですか。そうですね、まあ、もうこれからはやっぱ最終予選に向けてこれからチームで上げていかなきゃいけない中なので、まあ、あと3試合ありますけど、まあ、自分としても、まあ、毎試合毎試合課題があって、それを直して次に向けて修正していくっていう流れができているので、そこは自分の向上とともにチームの向上も、まあ、できるように僕もやっていきたいなと思います。いっぱい課題あるんでやることがたくさんです。アンダー24との試合だったから、まず我々にとってこうプライドをやっぱ見せないといけないっていうのはみんなの方もあったと思うけど、プライドってこうややもするとやっぱ過信につながって上からこう目線で自分たちがやることを語るとか、まあ、そういうことになったりすることもあると思うんだけど、みんな全くそれなくて、やっぱ自分たちもやることをしっかりとこう準備する、でそこで戦いに挑むっていう、その自分たちがやるべきプライドっていうのを本当こう示してくれたんで、それは何よりも良かったなっていうふうに思います。まあ、スタートのところから相手よりみんなの方がギラギラしてたと思うし、やっぱそれね、常にやっぱ持っておくっていうこと、一試合一試合全部やっぱ勝つために戦うっていうところは、ギラギラしたものをスタートからぶつけるっていうものをこの間もぶつけてくれたと思うし、でそれも相手が別にアンダー24とか
どことかじゃなくて、やっぱ自分たちが勝つためにっていうところは、これからもやってほしいなって思います。ということで、抹茶行きましょう。最高。最高。事故で行ってたんとかっていうのが対応できないのが難しい。まあやっぱり世界になってもっと早くやるみたいな、あれ意図してやるでしょ、タタンっつって、そうチャンスって思われるから、もうオスコンビ説教か、ナオミチ説教受けてるみたいになってるから、ショウゴくんが話したナオミチ説教受けてるみたいになってるから今後の先輩は、そうかぶってないでしょ、でも神様なんで説教みたいになってたよ、はいはい、本当なら製造してなきゃいけない、アスペガス行くのってでしょ、あいや俺は中学校やけど、小学校中学校はどっちが強かったからな、いやもう入れないですよ、あれ中学校どうですか、覚えてんで、真ん中でしょ、なんか俺も一等身、一等身左利きのやつおったなって、あれこれなんで今日知ってるの、 YM しか強いところもってる、高田一緒、あれ俺なんで今日のこと知ってるの、あれじゃない、一回だけ俺全日本入ったら、いやいや大学の前から知ってた、だから広告のやつ知ってる、いや俺中学のこと知ってるよ、お前中学に多分試合してるから去年の淡路で多分それが奈良トレーニングやってた、出てくるから切り返し、あれやん、出てくる、そうリーグでさ、勝ったより3-0か、あ、じゃあ 3-0 で勝って 3-0 で負けた、そうやな、一応覚えてた、ユウケイが1位の時に俺らが勝ったんですけど 3-0 ぐらいで、うん、シュート3本で勝った、そうやったっけ、俺センターバックやつやろ、今すじゃない、道理で負けるわ、今すじゃない、そうだ、そうとか伝送も全日本あったっすよ、全日本対関東選抜、関東だって関東 B 対 A もあったもん、あったもん、体幹もやりつつここ広げるエクササイズとか結構やってますね、ああ俺はもう全部やるね、うん、全部結局大事だからエクササイズ、固めるトレーニングと、やっぱりその柔軟性というか結構かなりとか開いてるじゃないですか、開いてるし背筋もあるし、もちろん前も大事やけどやっぱり後ろ側すごい大事ですよ、長友のスケジュールは
朝まずヨガ友から始めて。まだやってるんですか、やっぱヨガ。もうやってるよ、今日も毎日やってる。で昼はあのウェイト系の筋トレ。で練習終わったら開く系の。開く。そうそう。可動域。俺のこと知ってんな。毎日ですか。そうそう。で夜は食トレ。食トレ。もうトレーニングしかしてないよ俺。話もよく分かってるよな。トレーニング大好きだから。エイジさんも立ってる。大好き。でもウエイトやんなかった。まあ前はね、俺もやらない時期とかいろいろ試した。もう緩めるだけの時期と、もう固めるだけの時期と、ウエイトをやる時期とっていうのは、自分が何が合うんだろうっていうのを試した。あんまりと思う。え、その自分の体とのその時期。まあもう時期もあるよね。そう、うん、何がこう足りてないか。そのだから時期をもうドンピシャにこう感じれるようになってきたよね。やっぱここまでやってくると何十年も。試合前に腕立てしてるの見て、これはすげえわ。結構ガッツリ入れてるじゃないですか、試合前も。え、普通入れるじゃん。入れな。まあ、そんな腕立てしてる人、あんま。見ながら。はい。はい、全部刺激入れるよ。全部つなげてから行くから。終わりました、長友塾が。長いんだもん、話し始めると。もうまだ話してる、まだ話してる。毎日話してる。誰か見つけてはもう話してる。お疲れっす。今日は今最後、長友さん、はい、川島さんと話して、どうですか、なんかいい時間送ってんだなって思ってますけど、いかがですか。まあそうですね、そのやれることというか聞けることも時間もそんなないので、なるべくやっぱりこう関われるようにして、まあ、やっぱり話してくれるんで、いろいろすごい良かったですね。例えばなんかどんな話がありました。まあ、ゆうとさんからもそのセンターバックとして大事なところというかいうのをまあ話してもらって、まあ、僕からはこう体の使い方だったり、その体のコンディションのことだったりっていうのを聞きました。まあ、この後3試合残っていて、試合に対してはどういう思いがありますか。まあ絶対3試合どっかでチャンスは来ると思ってるので、その来た時にしっかり力を発揮できるように、まあ、あとは本当にこの代表に居続けることがすごく、まあ、自分にとっての成長になると思うので、それのためのアピールというかしっかりやっていきたいなと思ってます。その居続けるために、まあ、この間の3月があって、はい、まあ、今回も連続で呼ばれたわけじゃないですか。その間の2ヶ月とかってどんな意識で。いやー、2ヶ月やっぱりここにの基準を持ってやるっていうのは思いながらやってましたけど、まあやっぱ改めてここ来ると、まあそれはその2ヶ月もまだ甘かったかなっていうのはありますね。もっともっとやれると思うし、まあインテンシティだったりその強度の部分は全然違いますね。はい、分かりました。残り3試合ありますか。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れさ、はい、お疲れさ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 、お疲よっ。